2020年、17年、2017年、この一帯がずっとね、どれくらい、2020年、食品製造2019年、そんなに古いものじゃないですね。ものすごい数の
どっかの業者がこうやって山の中に捨ててるってことですよね。誰も来ないような、2017年、定期的に多分ここに捨てていた可能性がありますね。奥にはカラーコーン、工事用のカラーコーンとか、まあなんかいろいろ、その先にお墓とかあるんですけども、そのお供え物っていうわけじゃなくて、どう見てもお酒の缶が、まあ酒屋さんとかね、その可能性もありますね。でブランドがほぼ朝日とか、まあ酒瓶もありますね。酒屋さんとかそういう引き取り業者なのかなと。奥には電子レンジあったりとか、まあその奥にもゴミがありますね。山奥の中にゴミを捨ててるということです。でもね、ここだけじゃなくて、まあ他のエリアとかね、おそらく捨ててる方とかねはあると思うんですけど、たまによくね、そういう廃棄物を捨ててるような人見る、あのゴミがあったりするんですけどね、山歩いてたり、そういう廃村とか行ったらね。でまあ最近ね、あの公園とか掃除したりするんですけども、まあ、こういうところでもゴミをね捨てたりとか、最近吉島とかでもねクリーン活動みたいなのがあって、まあそれも海から流れてきた、ゴミが漂流してたんですけど、まあ、ここはねもう意図的に捨ててあるのかなと思います。でもこの規模だとね、ちょっとどうしようもないんでね、この一帯がずっとね、どれくらいかのあれかわからないですけど、もうねかなり古いのかなと思います。見ていきます。18年ですね、ここにあるやつ。18年の賞味期限が18年ということになってます。山奥のゴミですけどね、まあね、あの車の行き来がちょっとあるかなと、まあ、おそらく林業の関係だとは思うんですけども、まあ、その中で相当気がと、まあ、このかなり山奥ですよ。で僕がこのいろいろ、まあなんか村とかあの山奥行く中では結構ね、まあ一番ひどいですね。まあ他にも多分いろいろとすごいとこあるとは思うんですけども、僕が初めて見た中ではここは大規模ですね。大規模というか、自分の見た中ではと。でもまあどうすることもできないのはちょっと悔しいことかなと思います。はい、というわけでまたちょっとゴミが
行けそうなら拾っていこうかなと思うんですけど、というわけで今日こんな感じでございました。まあ、現状ということで、まあ、こういうこともあると理解をしていただけたらなと思います。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。